まずは僕らが楽しむ、僕らが本当にいいサッカーをするっていうことを心がけたいと思います。すべては勝利のために。10月17日 VS ベガルタ仙台。まあ非常に苦しいですね。まあただまあそのチーム的にも厳しいですけど、まあ試合は続くので、まあ今は本当その週末の仙台戦に向けていい準備をしようという気持ちを持ってますね。いやそれは決して悪くないですよ。もちろん若い選手が多いのでね、そのロッカールームとかでもみんな喋ってるし、まあ僕らの役割としてはピッチの中で厳しく雰囲気よくっていうのを意識します。まあ中段系から僕が来てね、もちろんその J1 残るために来て勝つために来たんですけど、まあ結果勝ててもなくて、まあ内容的にはね多少改善された試合もありますけど、やっぱりね勝ちってのに恵まれてないので、まあ非常に苦しい戦い続いてますね。すべては勝利のために。10月17日 VS ベガルタ仙台。まあ本当ホームでできるので、まずはその個人的にはサッカーを楽しみたいと思うし、やっぱりその、ね、サポーターの前でプレーするっていうのは非常に気持ちがいいですし、モチベーションも上がるんで、もう本当それがいい方向につながって、なんとか勝ちにね、つながるように、まずは僕らが楽しむ、僕らが本当、いいサッカーをするっていうことを心がけたいと思います。まあ、一つ挙げるとね、非常に難しいんですけど、まあ、僕はここ来てから常に言ってることは、一つ勝てばチームは良くなるっていうふうには言ってるんで、でも実際、練習やってて、それはすごい感じるので、まあ、ただその、やっぱそのきっかけがね、今のところつかめてないんですけど、まあ、今年は残り4試合しかないんですけど、まずは本当一つ、その一つが仙台戦に来れるように頑張りたいと思います。今週末の仙台戦、何とかして勝ちたいと思いますので、皆さんの声援お願いします。すべては勝利のために。10月17日 VS ベガルタ仙台。